ヤッホーこれみんな見れてるコメント受精よおありがとうありがとうもうちょっと人が集まってからいろいろ話すねそうそう今日ね『あの、デイデイ日本テレビの『デイデイに生放送出てきました ありがとうみんな見てくれて見てくれた方そうあの俺としてはね4年ぶりの生放送だったからそうすごく楽しみにしててでもあのたくさんの方が見てくれてあの反響もねすごかったからすごく嬉しいですう今日はねあの 日本テレビの生放送をしてその後俺あの俺ガールズ競輪の、ね、番組もやってるんだけどガールズ競輪のロケをあの選手たちに来ていただいてしてで、えー、その後俺11月11日にあのソロで新曲が出るのねそれの,あの取材をしてもらって今その取材してたスタジオを貸してもらってあのインスタライブしようかなと。 俺インスタライブこうやってやるの多分ほぼほぼ初めてかなあのカラオケライブみたいなのはなんか家からやったことあるんだけどうんあの久しぶりにねそうしようかなと思ってインスタライブ始めましたあのいろいろみんなに伝えたいこととかあといろんなあのー、ことにねあのちょっとこ答えたいというかねいきたいなと思って いってきゅう <laughs>、ね、イッテも本当にたくさんの視聴者の方が視聴してくれてあのー、ねすごくたくさんの方が喜んでくれてめちゃくちゃ嬉しいですありがとう本当に俺らっちゅうのはこう普段から支えてくれるファンの方とかそうやって視聴者の方がね見てくれる人がいるからあの俺らってこう存在する価値があるのであのすごく羨ましい。 あのすごく心から感謝ですねはいテゴニアン美女が年取ってないのえぐいあそれはあの男としていろんな努力してますよ体型維持もそうだしあとやっぱ人間って内面の感情が絶対顔に出るからその時の充実度とかだからやっぱそこを一番自分のメンタルをしっかり保つっていうのが俺は絶対 大事かなと思う <laughs> そうね今週は、えー、名古屋31日ついた日ハロウィンでね、えー、今俺が回ってる「オーバーユー」っていうツアーのね、えー、ライブがハロウィンであるんでね、えー、楽しみだ,だと睡眠取れてる睡眠はね俺にとってねもちろんあれだよ人間としては必要だけど俺にとってはこうやって いろんな仕事をさせてもらってる時がすごくメンタリティーもあの維持できるからあと、あのー、今自分のコンサートのツアーの準備とかしつつ、あのー、今日もね生放送出ましたけど「XY」というね新しいプロジェクトあも含めて両方今全力でやってる段階で、あのー、自分のコンサートのリハーサルのそれこそ。 まあちょっとコンサートの内容がバレちゃうからそういうことはあんま詳しいこと言えないんだけど自分のコンサートのリハーサルで他の出演者というかねが休んでる時にその間で XY の方の楽曲の自分の中の歌と踊りの練習をしたりとかっての両方あの同時進行であの全力でやらせてもらっているので、うん、でも俺としては自分のソロをやってそして。 えー、今回お声がけいただいた XY の方もやっぱ俺はやるからには完璧主義者だし絶対に妥協できない性格なんでそこもねあの全力であのしっかりねあの準備をねしてるっていう段階ですはいでちょっとあの声帯は調子いいんですけどちょっと仕事が立て込みすぎててあのちょっと鼻の奥と喉の奥がちょっと炎症しててあの ちょっとね単語混じったりとかもしちゃったりとかするんですけどでちょっとこのインスタライブ中もちょっとティッシュでこう出したりとかしちゃうかもしれないんですけどその辺はちょっとご了承いただきたいなと思いますはいねあの声も聞き取りづらかったら言ってねうんで今日はまあ主には主にはというかねもちろん「あのイって急だったり この前もね、佐久間さんの「オールナイトニッポン」に出させていただいたりとか本当たくさんの方からの反響をいただいてあのそういう話もねたくさん今後またしていきたいななんて思うんですけど、まあ、今日はあのー、本当にまさに先日発表されて今日、えー、生放送も、えー、出した、出させていただいた y o s さんプロデュースのね XY のことについてもねあのちょっと話したいなと。 はいでえっ、ー、とまああのあれですねちょうど明日の夜から YOSHIKI さん ×XY×、えー、手後のあの番組がねオンエアされていくのでそしてあのすごくリアルなドキュメントになってますだからこそ 今ね実際に明日から放送が開始されるから今俺のこの段階での実際のよしきさんとの距離感とか XY としての距離感っていうのを話しちゃうと完全なネタバレになっちゃうから話せることが限られるっていうのは分かってほしいねあのドラマでいうと1話が放送されてないのに4話5話の話するっていうのはやっぱそれはよくないしあのただ今回のこのプロジェクトにあたって あのね、XY のファンであるエンゼの皆さんがやっぱり一番心配されてると思うし俺は15歳からこの仕事をやってきて一番大事にしなきゃいけないことってこの活動する上でねあのもうただ一つだと思うんですよ一番大事なものっていうのはそれは普段から応援してくれるファンの方の幸せそして そののファンの方とともに歩んでいってお互い成長してていいくっていうあのことがやっぱり俺らアーティストっていうのは一番求められることだと思うのであのそのことについても含めて今日はちょっと話したいなと思ってます、えー、ここまであの手越優也がこの「XY」というプロジェクトに参加して、えー、っていうのは実際にメディアとして出てる通りオファーをいただいて自分が。 えー、この目でそのグループのこと、えー、そしてパフォーマンスいろんなものを見た上でもう単刀直入にすごい才能だなすごい才能が集まってんなってあの思わせてもらってでもあの俺自身ねこれは本当にこれ多分 XY の、ね、ファンの方も見てくださっている方いると思うから。 それは違うよとか、うん、っていうね方ももちろんいらっしゃるとは思うので、あのー、そういうのはねもちろん遠慮なくあの言って頂けるっていうのは俺は全然これは受け入れるつもりだしそういうそれぞれ100人人間がいれば100人に意見があるし、ね、全員が全員満足させるものっていうのは本当にこれは飲食店だろうがエンタメだろうが至難の業だと思うからこそ。 賛否の意見っていうのは必ずねあると思うからあの本当率直な、ね、俺の,今,あの今の気持ちとか現状っていうものを本当はね今日の『あのデイデイの中でももっともっと話したかったんだけどももちろん生放送だからね俺にそんな全ての尺を割いてもらうわけにはいかないから全然こう伝えたいことっていうのはもうセント1セ1 5ぐらいしか伝えられなくてあの。 申し訳ない言葉足りずで足らずでって思うしそういうのを改めて今日このインスタライブでは思いとどれぐらい本気なのかっていうのも含めては番組のねネタバレには関係ないところなのでちょっと話したいなと思ってますはいで大前提としてえー、っと俺が XY に、えー、加入というね ニュースが出た時にもちろん XY の大切なファンのねエンジンの皆さんも手越し優のことを応援してくれている俺のファンハニーっていうんですけどハニーのみんなももちろん俺のファンでさえもちろん賛否はたくさんありますうんでも俺はすぐに俺のねファンクラブ内に。 あのそのファンクラブの人しか見れない配信のシステムがあるんだけどそこ,そこで俺がなぜこの仕事を受けてこのオファーを受けてこの新しい XY という物語に参加しようかなと俺も生半可な気持ちで参加するわけではないので参加しようかなと思ったっていう内容は結構深いところまで話させてもらったんだよねでも俺のねファンの犯人のことはそうやって例えば 俺からこうやってね顔を見てもらいながら伝えられるから俺のこの言葉で表情でいろんなものを汲み取ってもらって、あのー、っていうのはできるけどじゃあ果たして俺がこれから大切にしなきゃいけない XY のファンのエンゼィの皆さんの、あのー、フォローっていうのはこれは。あのー 俺も、ね、長年おっきい事務所にいさせてもらって今ソロであのやらさせてもらってるっていうのであとでちゃんとコメント欄のね XY の質問とかもちゃんと受けるから今ちょっと自分の思いを先,先に語らせてねそれであの思ったのはやっぱりまだオンエア始まってないじゃないで番組を作るときとかいろんなものを決めるときって で特に今回のプロジェクトはいろんなプロダクションだったりレコード会社だったりテレビ局だったりいろんな人が関わってるんだよねでそれに対して XY のみんなからそれぞれの発言がなかったりそういう発信がないっていうことについては彼らは今の立場はあくまでもそうやって。 プロダクションに所属していてレコード会社に所属していて自分の好きなタイミングで思ったことを発信するっていうことができない立場にいるっていうのはこれはねその俺は XY としては俺のが後輩だからこそでも芸能っていうシステムだったりあのねそうやってアーティストとしてっていうのは俺はね長く15歳からもう20年以上やらさせてもらってるから XY として俺はあくまでも後輩だからな俺は。 だからこそ芸能界のシステムっていうのがある程度ちゃんと分かってる以上彼らがいろんな人の許可なく発信を勝手にできる立場にいないで発信するものとしてもいろんな人が見てこれだったら発信してもいいよねっていう大きいあのいろんなものをクリアしないと発信ができない立場にいるっていうのはすごく 分かってあげてほしいまず一つはね俺はこのタイミングでインスタライブができるのもファンクラブ配信ができるのも俺は独立して個人だから自分で全て決めれる立場にいる誰の許可もなく俺が自分の声で声を届けたいって言ったらもうできるこれはこうやって一人きりでやってる人間だからこそできるスピード感と特別感なだけであってあのそれは ね、多分 XY のメンバーだってエンジィーの皆さんが知っているように多分すごい今までの歴史といろんなことを得て戦い続けていろんなことを今も考えていると思うでオンエアとのねギャップがあるから今の俺と XY の距離感を話しちゃうとこの先のストーリーがちょっと分かっていっちゃうからなかなか話せる内容が難しいんだけどすごくそれぞれのメンバー もちろん今まだ全員じゃないっていうのは全員で話すのと向き合ってそれぞれと話すっていうのは本音語れることが違うと思うんだよね俺はやっぱりやるからには心から歩み寄りたいしこうやって俺が XY として活動する以上やっぱりエンジンの皆さんに俺の発言とか作るものでもその人たちの幸せの度合いって変わってしまうと思うんだよね でもこうやってやるからには俺はこうやってまあもちろん受け入れられない人がいいのももちろん重々承知だして分かるけど少しでもこのプロジェクトを見てくれた人が全員が幸せになるような未来を作っていきたいなって心の底から俺は思ってるでその中でまず俺は XY のそれぞれのメンバーの性格もしかり歴史もしかり この俺と一緒にやるっていうふうに発表された時の思いとかぶっちゃけた話とかそういうのを心の底から聞きたいっていうので今これはまだネタバレにならないから内容を話せないけどね一人一人と真剣に向き合って話してるですね実際はでいろんな 今まで作ってきたそれぞれの抱えてる思いと歴史をしっかり俺も話してもらって面倒向かって話してもらって俺もいろんな考え方が変わるしそういう歴史とか全てのものを知らないとねえもうもともとスタートから XY を応援してくれているファンの方の思いといろんな。 今までのの物語っってていうのはししかり体に吸収して知らないと俺も活動するスタートラインにも立てないと思うし絶対的に必要なことだと思うのでそういうのはあのどん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 今進めている最中ですただそれを今も。 手越くんと話しててるんだよねっいいうことを発表できないそうやって発信できないっていう立場にさっき言ったように彼らはいるから俺もねあのプロダクションに所属してた時は全部チェックが入るし自分が言う内容やっぱり角が立ってるとこ全部切られちゃうしでね変なことに巻き込まれたりとかいろんななんかこう、ね、あのパフォーマンスのことでこの曲気に食わないっていう意見とかもたくさんあったりする時はあったんですよね。 でもそのフォローもやっぱしてあげられないからすごく俺はファンに対して当時もどかしい思いをしたいう大人が言うことしか聞けなかったり大人が言うことに従わなきゃいけなかったりっていうのを俺も間がいなりにもグループをしっかりやっていた人間なんでそのプロダクションに所属をしていて何も 言いたくても言いたいタイミングで発言できない彼らの気持ちは俺はすごく理解できる理解してあげられると思ってる俺もその立場だったからだからこそうん、俺が待ってあげてっていうのは違うけど彼らの口からいろんなことを発信されて彼らの気持ちをしっかり聞けるようになるまではもう少し それがねオンエアのタイミングなのかっていうのは分からないけどもうちょっと待ってほしい今の段階でなんか言えない状態にいる中でいろんな憶測とかいろんな想像でこうことを決めつけるっていうのはもうちょっと待ってほしいその全てのオンエアとか これ本当ノンフィクションで送ってる内容明日から放送されるからいろんなすべてのものを見終わってもさでもなおこれは認められないそれは私は無理俺は無理ってなるんだったら俺はこれはもうしょうがないと思うでもまだ1話も放送されてなくて発信したくてもしちゃダメって言われてる中憶測でそれぞれの仲がとかこう倹約なんじゃないかとか 全員が負の感情を持ってるんじゃないかって思うのはちょっとこれは待ってほしいこれは本当にちょっと待って俺,俺も待ってほしいし多分 XY のメンバーもちょっと待って今まだ俺ら発言できないのって思ってると俺は思うんだよねうんそうもちろん 感想はあるし俺も今まで同じ経験を何回もしてきたのこういうドキュメントだったりいろんなことの番組がやっぱこう番組作る時ってその一番シリアスな部分だったり視聴者を引き付ける部分っていうのをやっぱ流すわけよドラマとかの次回予告もそうじゃんそこだけを見た俺のファンが SNS とかであれは違うこれは違うって言い合ったり しててるっていうのを俺も何度も経験したことがあるのねそうその時に俺はすごい悔しいよ。いや違うんだよってその先のオンエアとか、まあ、オンエアってやっぱね現場ってラグがどうしてもあっちゃうからこそいや違うんだよって自分のファンに対しても思ったことが何度もあるのオンエアもうちょっと待ってから発言してよってもうちょっと待ってからでもね人間だから その発表があって不安な思いとか嫌な思いっていうのはあるのこれはしょうがないと思う,もう本当にそれはしょうがないと思うでいや今日の『デイデイ見てもらえたら分かるけど俺はソロとして今まで培ってきた手ごしゅうやもちろん心から大事にこれからも全力で活動はするよでもこのプロジェクトにお声がけいただいてやると決めたからには俺はもうとにかく全力で自分の人生をかけて 命をかけてやろうと思っているでこういう話をすると今までの俺の物語とか今回の XY の物語を全く分かってない人はグループを辞めたのにまたグループ入るんだとかっていうのをそういう浅いとこのラインで語るけどそうじゃないわけよそれはもう全く見当違いの話をしてるしそうじゃないそれは俺が記者会見で辞めるときに話したこととかを何も聞いてないし ね、俺は常にこう人前だって話す時っていうのは思いを何も包み隠すことなく話すからまたグループにすがりたいんでしょとかそんなこと俺1ミリも申し訳ないけど思ってないでグループが嫌で辞めたわけでもないもともとできないことをできないことをスピード感で自分のやりたいスピード感でできないから辞めざるを得なかっただけでそれと今回の XY のことを比べるのは俺がもともといたグループにも失礼だしこれから全力でやろうと思ってオファーを頂い,いてやろうと思っている XY にも失礼だしそれはもうお門違い甚だしいその内容はそれは本当に XY のファンにも失礼 XY という存在にも失礼だしもともと俺が大事に戦ってきたグループにも失礼また戻ればとか だったらこれでよかったじゃんっていうのはそれは違うよっていうのは俺はすごく心を大に声を大にして言いたいと思うみんなそれぞれがプライド最強のプライドとこだわりを持ってやってるからねで今ね俺が XY に対して伝えたいこととか提案したいことっていうのがすごくたくさんある ちょっと飲み物だけまてねちょっと待ってねでそれはなんでその提案になったかっていうと俺も XY という俺からしたら超魅力的なこうすごい可能性を秘めた今でもすごいと思うけどねグループをさらにすごくするっていうのは するために何がじゃあピースとしてそして今の活動として足りないのかなもちろん俺の今の自分のソロ活動にも常に足りないことなんだろうって考えてるし現状に満足してない以上は常にやっぱ足りないことって俺はなきゃいけないと思ってるんだよねそれをいろんな人が意見出して作品を作って新しくしていくアップデートしていくっていうのが俺グループでありアーティストだと思うんですよねで そうなった時に俺は単純に自分の意見としてこれがもし違ったらそれはもう XY のエンジンの皆さんは違うって言ってねそれはもうみんなのが先輩だしみんなのが XY と共に歩んできた時間は長いんだからさだから聞いてほしいんだけど俺は 圧倒的にプロデューサーだったり XY を XY というプロ,ジェクトをプロジェクトを進めようとしている人たちとの話し合いの場活動量だと俺は思いましたで XY はいい楽曲といいものがあれば めちゃくちゃすごい可能性とその作品を何倍何十倍にもかっこよくできるポテンシャルが間違いなくあると思う俺これないと思ってるんだったらまず絶対このプロジェクト俺参加しないんででも彼ら現場の人間がそういうじゃ例えばテレビ局とかプロダクションとかそれ s h さんとかに直接曲を書いてくださいとか もっと曲が欲しいですってこれ言えないんだよねやっぱり遠慮もあるしでも俺は言えるのよなんせ一人だし昔からプロデューサーとかいろんな人にゴマを吸って機嫌を取りたいなとかって思,い思ってきたタイプじゃなくてただただ自分とファンが幸せになれば俺はプロデューサーだろうが社長だろうがに嫌われてもいいと思って昔から生きてるタイプだから 俺が XY というプロジェクトに参加させてもらう以上やっぱりそりゃ XY のファンが一番幸せになってほしいじゃあ XY のファンが求めてるものと今のギャップってなんだろうって考えた時に本人たちがのびのびとたくさんいろんなものを吸収していろんな楽曲を歌えて俺ら活動できてる やりたいスピード感で動けてるやりたい活動俺らのパフォーマンスを最高に生かしてくれる環境に俺らはいさせてくれてるっていうことそれが足りないとファンとのコミュニケーションも取れることって限界があると思うんだよねでやっぱりファンが一番何を見て幸せになるかって言ったら自分らの推しだったり 自分が応援したいと思っているアーティストがのびのびと歌いながら踊って好きな活動をしてみんなが笑顔で光り輝いて楽しそうに活動している姿悔し涙悔しい顔怒り顔じゃなくてみんなが笑っていて幸せそうに活動してその幸せそうな自分が推しているアーティストのライブを見に行って。 お互い元気もらってっていうのが一番大事なことだと俺は思うんだよねでも今 XY と XY を運営しているチームに俺が言いたいのはそれがまず足りてないそれが俺としては XY のメンバーもすごいもどかしい部分たくさんあるなと思うし XY のファンもそこに対しての違和感とか悔しさとかそういうものがあるから いろんな人に対しての不信感とかいろんな人に対してのもどかしさっていうのがあるんじゃないのかなってこれ違ったらごめんね俺はそこが一番の問題点だなって思っただからこそ俺みたいにテレビ局とプロデューサーである吉 o さんも含めてに遠慮なくもっと活動させてくださいもっと楽曲をくださいっていう発言が できるような人間が間に入って俺としてはあのグループのメンバーとしては俺自分のことめちゃくちゃ後輩だとしっかり思ってるからねでも間に入れるのっていないんだよそこに対して意見をぶつけてもっとこんな活動させてくださいって言える人ってこれねタレントアーティストって言えないのよだからこそ俺は XY のメンバーともいろいろ話してるしロケが進行してるからこそその役目を買って出てあげたいの XY のファン XY のプロジェクトに携わるすべての人たちのためにもっともっと XY が輝きを増せるように俺はこのプロジェクトに命をかけて戦いたいなって すごい思ってんだよねで最初はもちろん多分 XY のメンバーも俺もそれは探り探りだよ疑心暗鬼だしメンバー同士もねでもねネタバレになるから言えることかけられちゃうんだけど俺は XY のメンバーと一緒の時間っていうのがだんだん増えてきてそれはそこに愛着とかそれぞれのね 人となりを知れば知るほどこのチームにプラスなことを自分が入ったんだったらもたらしたいなって心からすごく思うだからこそ俺も今の時点ですごい意見してんのねこれ意見っていうのは別に上からの意見とか XY を乗っ取ってやろうとかそういう意見じゃなくて XY としてもっともっと輝いてもらうためにそして XY のファンの方がこのグループを 応援して今までもどかしい気持ちだったけどこんぐらいパフォーマンスを見せてくれるならこれぐらい動いてくれるならこれぐらいメンバーそれぞれが幸せそうなら私たちも幸せ俺も幸せって思ってもらえるような意見を出させてもらってる彼らが言えないような直接っていうのを言わしてもらってる。だかそういういいここととがが細か 今日の生放送とかじゃ伝えられることが伝えられるのはやっぱ限界があったしこういう細かいディテールの話を伝えることはやっぱあの3分とかじゃできないから今晩インスタライブをもちろん普段手ごしぶやのことを支えてくれる皆さんだったりそれこそ「イッテ Q!」とか番組を見てくれて俺を応援してくれてる。 ライブとかは来ないけどなんか手こし気になるなって応援してくれてる方もそうだし何より XY をずっとオーディションからデビューから支えている n z のみんなにもちろん俺がいくら喋っても本人の言葉ではないから安心できる内容には限界があると思うし最終的には絶対本人たちが発信してくれると思うからその言葉を待ってほしいけど ちょっとでも今俺が考えていることと XY に対しての思いと俺がどういう立場で今回のプロジェクトを受けたかっていう思いは俺が100喋ってるとしたら1でも1%でもいいから伝わってくれていたらいいなとすごく思いますうん 分からないい人がいるのはもちろん承知の上だし少しでもこの思いが伝わってくれてたらいいなと思います俺はまたねちょっとこの数時間とかでもバタバタしちゃってるからまたね XY のファンの方のみんなに心配だったりとかそういう思いがねなんかこういっちゃうのは俺は本当に嫌だなって思うんだけどでも俺がそういう立場として入ることによって XY のエンジインのみんなが。 抱えてきたもやもやとか運営大丈夫私たちが大好きなアーティスト XY がみんなに任せてて大丈夫なのっていう思いを少しでも解消できるように今 XY としては一番後輩のペイペイの手越し上だけど全力で自分のコンサートと同じぐらい XY の活動のことも心の底から考えさせてもらってるし。 いろんな人と話し合いの場を設けさせてもらってる本当はいろんなオンエアが終わった後だったらここに XY のメンバー全員呼んで俺はこのインスタライブをやりたいでも今できないんだよこの段階ではだってオンエアされてないのにさここにみんな出てきてさオンエアまだその出会いもオンエアされてないのにさここにみんな出てきてできるわけないじゃんだからごめんこんな金髪で出てくるのが <laughs> 本当にでも俺はこれだけ熱い思いをしっかり持ってこれからも XY のメンバーお料理先輩の先輩たち XY としての先輩たちそして XY のことを愛してくれてる NZ のみんなが幸せになるように心の底から いろんな大人たちといろんな女性と俺は戦えちゃう立場にいるから戦っていこうと心の底から思ってるんだよっていうのは伝えたかったうんって思ってますでいろんな人がプロジェクトを発足してすぐで 手越也はそんな立場なんてやる必要ないじゃんとかそんな重荷を背負う必要ないじゃんって言われるんだけど俺自分の位置でオファーをされてもちろん参加したからほっとけないんだよもう参加しちゃってんだから XY のそれぞれのメンバーがいろんな思いを抱えていてエンズイのみんながいろんな思いを抱えてるっていうのを知っちゃったから ほっとけないのだから俺は今後も誰に嫌われようが誰から批判されようが自分の信じた道と自分の信じたやり方を貫いていって XY と XY のファンのために戦い続けるつもりでいますそして 15歳からやっている手越祐也というアーティストとして全力で今まで培ってきたものとパフォーマンスを見てもらってパフォーマンスをまず見てもらってそれで初めてあいついてよかったなあいつがこのプロジェクトに参加してよかったなって思ってもらえると思っているんでいいパフォーマンスを仕上げてしっかりステージ上で見せたいと思います。 だからこんな入ったばっかの XY としてのペイペイの俺が XY のファンの方にこんなこと言うのはおこがましいけど彼らは言えないことできないことあったとしても俺はこうやってインスタライブしてるように動けるし XY のファンの思いを現場だったりテレビ局だったり よしきさんに伝えられるから遠慮なくだから年齢もさ俺ちょっと年上じゃんだからもう、まあ、ある意味お兄さんみたいな感じじゃんだからこそこんなこと言うのはおこがましいけど XY の XY にとっての宝物である NZ のみんなにも不満だったり嫌なこととかそういうものがあるんだったら 俺に言ってそしたら俺はいろんな人に伝えて現場の恋ってすごい大事だからファンのために俺ら動くんだから伝えるから戦うから伝えてほしいなと思ううんっていうのが 今日このインスタライブでみんなに伝えたかった内容です俺のファンにもハニーにもエンズ e にも伝えたかった内容ですはいで俺は発言する時もこうやってインスタライブやる時ももちろん全員にこういうことをお伝えさせてもらいますこんなことやりますっていうのは伝えてます 勝手に俺がピピピってやってバーンってやってるわけじゃないですなんでこれをやって俺が怒られることもないですなんでそれは安心してくださいなんでいろんなことがもちろん人生生きてるとあるしこの XY っていうのはめちゃくちゃ個性が強すぎるプロジェクトだからこそこれからもいろんな 向かい風だったり荒波が来ることもあると思うしその度に XY のファンそして俺のファンみんなに心配かけちゃうことあると思うけど俺は全ての人を幸せにするっていう気合で人生生きてるし命かけてるんで頼ってほしいなって思うだからこの俺の今日のこのねインスタライブ 別に XY のメンバーが、ね、来てくれてるわけでもない今来れるわけでもないから伝えられること伝わることって限界があると思うけど明日からのその番組は何かこう全ての俺は XY の NZ のみんなのフィルターを取り払えるとは思えてない思ってもないでもちょっとでも俺が今日このインスタライブで話した内容を聞いて そういうフィルターをちょっとでも取った状態で番組を見てほしいなって思いますそれが XY にとって一番幸せなことなのかなってファンが見てくれるって俺は思いますなのでこれからもというよりペイペイとしていろいろ学びながら 伝えられることは伝えながらリスペクトを持って各方面に心からのリスペクトを持って活動していきたいと思うので見守っていってほしいな応援してほしいなって思いますもちろん今すぐ心の整理をつけてってはもうそんなこと無理だから言わない言いません少しずつでいいからその番組だったりこれからの動き 俺は全力でここから XY っていうプロジェクトを動かしまくってファンのみんなに作品を届けまくるっていう気合でいるんでそういう気合を生半可な気持ちで受けたんじゃないよっていう金髪が言ってたっていうのをどこか心の奥底に留めていてほしいなそれが伝わるといいなと思って今回急きょイ,イ,インスタライブをやらせてもらいました。 っていうのがもう俺が今日伝えたいこと今日この段階で伝えられることは伝えきったかなと思いますはいあと俺は死んでも手越優や WithXY みたいな立ち位置にしたいなんて1ミリも思ってないチームだもん全員を ウィンウィンで相乗効果で刺激し合って全員の輝きが増す全員で一つっていうものを全力で作ろうと思ってます食ってやろうとか飲み込んでやろうとかそんなの1ミリも持ってない俺はあくまでも XYXY のファンのために全力で動きます なのでそれも安心してください俺嘘つけないです嘘つけない人間ですだからこそ敵も作りますでもこれが俺の生き方です俺の生き様です俺のやり方ですだから今日も不満の中不安の中この今の配信を見てくれている全ての携わるファンの方いると思うけど無理してでも自分の感情に無理してでも今日のこの配信を見に来てくれて 俺は心から感謝してます忙しい中日曜の夜明日からまた週が始まる中俺の大切なファンのハニーそしてこれから一緒のものを共有して見ていく XY にとって宝物のような XY のファン e n z このイン,ストラインスタライブを見てくださってす全ての方に心から 感謝をしてますなのでまた発言できるタイミングで俺も発言しますし XY のみんなも発言できるタイミングで発言してくれると思うのでそれまで待っていてください見てくれてありがとう、えー、また、えー、いろんなところで発信するのでこうやってインスタライブやったりいろんなところで話す時は見に来ていただけると嬉しいです あ、今日月曜なの <laughs> あ、今日月曜ですか俺ずっと日曜だと思ってた。なのに、月曜の夜なのになんか本当みんなに時間取らしちゃって申し訳ないって心からすごい思ってた。あ、そうなのありがとう。じゃあ逆にみんな仕事終わりに来てくれて。明日も明日からの毎日もみんな頑張ってね。応援してる。なんで、ありがとう。来てくれて。みんなの大切な時間を使ってくれて。じゃあまた、えー、みんなと時間を共有できることを楽しみにしてます。 みんなの貴重な時間をお手ごしのために、えー、いろんな恋のために使ってくれてありがとうそれではまたみんなと会えることを楽しみにしてますというわけで今日のインスタライブお別れしたいと思いますありがとうバイバイいい夜を